皆さんこんにちは、コマンコンヌです。ドラゴンボールヒーローっていうカードゲームあるんですけど、今経験値3倍ということで、まあ皆さんレベル上げ頑張られてるかと思うんですね。僕もねちょっとどっかで、12時間24時間ちょっと丸々時間作って、プレイに行こうかなと思ってまして、しかも新しいミッションが始まればユニバースミッションですからね、あと5倍ということで、経験値稼ぎ時かなというところではあるかと思うんです。3月の8日スタートですよね。3月8日スタートで僕もすごい、楽しみに待ってます。まぁ、ちょっとそれまでね経験値3倍なんで、ずっとレベル上げ頑張っておこうと思ってるコンヌでございます。ギママンさんに頼んで買ってきてもらったものになります。僕が選んだんじゃなくてギママンさんが選んだものになるので、もう相当選んだと言ってくれましたので、まあ一番の大当たりヤムチャ出たんじゃないかと、おー信じておりますよ、ギママンさん。高すぎ、ヤムチャさん高すぎますよね。1個2万ぐらいしますから、さあなんとかヤムチャを出したいんですけど、なんでしょう。さあどんなものが出てくるんでしょうか。さあ行きましょう、せーの、じゃん。お、表がフリーザのキャンペーンと、裏がスーパーレアのマジントアと、間何来るんでしょうか。もう俺分かっ、金色ちょっと見えたから分かったよ、せーの、じゃん。あーはい、あれだ。ブラック UR だ。ブラック UR の仮面のサイヤ人コンダンの UR が来ました。負けですね。まあ1個目はね、あれですけど、まあヤムチャ1個くれば、ドドーンと勝てますから。さあ、2個目いこう。2個目。さあ、2個目いきましょう。これ、ハニーパック何が来るんでしょうか、いきましょう。せーの。じゃあ、この表キャンペーンですね。キャンペーンの孫悟飯ゼノ。裏が、スーパーレアのトップ。さあ、いいやつ来てよ、いいやつ来てよ。ブラック UR 以外が何か来てほしいね。さあ、何が来るんでしょうか、いきましょう。せーの、じゃん。おぉ、おぉ、いいじゃん。メタルクーラーだよ。メタルクーラー。これ昔強かったんだよね。今、その、相手の戦闘力をパワーに変えるっていうカードが出てきて、パワーが最近インフラ仕掛けてるから、パワーアップのカードで4、5千円ぐらいしてたよね、これね。ちょっと下がった感じはあるけど、おー、いよいよメタルクーラー来ましたよ、メタルクーラー。いよいよ、銀ママンさんいいよ、銀ママンさんいいよ。さあ、続いていきましょう。もう一個当たり来ればいいね。さあ、1個3個目せーの。じゃあ、表がキャンペーンのリブリアン。さあ、いたわ。何が来るんでしょうか、楽しみです。さあ、行きましょう。一番の当たりのヤムチャさん来ればいいよね。さあ、行きましょう、せーの。じゃん、おぉ、じゃあ、暗黒魔人ブーゼノ、これも2000円前後しますよね。負けじゃない、負けじゃない、おっしゃ。いいよいいよいいよ。これでヤムチャでも来たらもうバクアドですね。もうギママンさん様様というところでございます。ヤムチャの可能性あるからね。さあ行きましょう、せーの、じゃん。表がキャンペーンのベジータ、で裏がスーパーレアの孫悟飯初年だ。うわ、ドキドキ。さあ行きましょう、せーの、じゃん。わあ、2月あー、兄さん、これは負けだ。これ相手の気力をサポーターにするとダウンしてくれるカードです。来た時必殺技が発動するんで、ヒーローエナジーに頼らずに戦えるカードがございます。さあ最後、これで決まりますよ。ハズレ、当たり当たり、ハズレときて、さあ最後これで運命が決まります。これヤムチャでも来たら、もう奇跡ですね。さあ行きましょう、せーの、じゃん。表がキャンペーンのダブラゼノで、裏がケールと。さあ間、何が来るのか、緊張。なんかいいシークレットレアでもくれないんですけど、ヤムチャだったらそこ。さあ行きましょう、せーの、ジャン。赤いシーンしとらない。1万円分の勝負をした結果、こういった形になりました。これは良かったよ、この2枚良かったよ。レート的にはちょっと低いですよね。シドラ、ニラーザ、仮面のサイヤ人がちょっとレート的には低いので、わー、負けっちゃ負けですね。でもまあ、メタルクルーラとね、魔人ブゼノ、この2枚良かったんではないでしょうか。あと CP でいくと、このリブリアンが込み上げる闘争心持ちで、相手の戦闘力5000ごとに自分のパワープラス5000っていうカードで、これもね、使えます。このリブリアンもね。まあでもね、人に買ってきてもらったんで、贅沢は言えないでございます。今まさん、まあ、そこそこの結果になりました。ありがとうございます。ということで皆さん、チャンネル登録でした。バイバーイ。